中盤戦の第5レース一般競争を迎えます。少し風が先ほどから出始めています。吹き流しを見ると3メートル前後の風です。ゼロ戦からは初勝利を狙う1番菅原鈴乃、40メートルからは島田健一、50戦には石井大志、60メートルは矢島俊樹、田崎萌、70メートルは広瀬正光、福村忠則、80メートル吉田圭介、以上の8名による対戦です。ポーカー3番の石井大志が1番人気、そして4番の矢島、5番の田崎というところが2番人気、3番人気になりました。1番の菅原はデビュー3走目、3度目の正直になるか。まずはスタートを決めて序盤ペースに乗りたいところ。5レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前。第5レースの一般戦スタートしました。1番の菅原、今日はいいスタートを切りました。そして後ろの方では60メートル線からは内折りして4番矢島が先手を取っています。まずレースをリードするのは1番の菅原鈴乃、しっかりとハンデ差を保っています。2番手には島田、3番手に石井大志、さらには矢島、田崎が続いておりまして、6番の広瀬は6番手、7番手に福村、最後方が吉田圭介。レースは2周目に入りました。独走状態であります1番の菅原鈴乃、3日間の中では一番序盤が決まったように見えています。菅原先頭だ。2番手は島田健一、3番手に石井大志がひたひたと2番手に迫ってまいりました。さあこのホーム側では島田のインコースを3番石井大志が指しました。残り4周回でさあ菅原を追い上げる1番手に名乗りを上げました石井大志。その間隔はまだ30メートル以上あります。4番手から4番の矢島、その後ろに田崎、さらには広瀬、福村で並びになっています。4コーナーを立ち上がりまして、残りは3周回、かなりここまではハイペースの逃げ、ここまでは順調すぎる1番の菅原鈴乃、このままゴールまでたどり着けるか。2番手は石井大志、そして3番手打ちをついて矢島が攻め上がる。3、4コーナーのカーブでは矢島が今3番手まで上がってきています。4コーナーを立ち上がって残りは2周回、まだまだ大丈夫な距離感が開いています。1番の菅原先頭だ。デビュー初勝利が見えてまいりました。2番手は石井大志、3番手が矢島、その間隔は現在3写真ぐらい、わずかに3番の石井大志がリード、4番矢島が3番手、4番手には5番の田崎という体勢になりました。残り1周のブルーフラッグを通過しました。同期の山口に追いつけ追い越せで1、2勝遅れてデビュー初勝利目前です。さあ3番手5番の田崎が矢島の内を攻め上がる。矢島も粘る、矢島も粘る、田崎と矢島が並走しています。先頭は1番の菅原鈴乃、デビュー3走目で初勝利。菅原鈴乃デビュー3走目で初勝利、完勝でした。見事な逃げっぷり6周回、タイムにも注目、危ういシーンは一切ありませんでした。2番手ゴールは接戦、最後は5番の田崎も伸びてきましたが、3番の石井大志内側で、いや外から田崎、ここは最後の一伸びあったようです。以上第5レースでした。どうやってるの、どうやってるの、おめでとうね、よかったね。
レジェンド感とオーラ感出しちゃうから、スター戦負けないでしょ。いいわ。そうですね、ほっとしてます。そうですね、養成所では、まあ、今季すごいみんな早くて、もう追いつくのに必死で、もう毎日がもう自分の中では戦場のような、もう今日は昨日よりタイムを出そうっていうので、もう毎日必死でした。そうですね、養成所とはまあ全然違うので、まあ、お客さんもいらっしゃいますし、もう景色もすごいので、なんか広く感じるというか、もう大きな舞台っていう風に感じるので、走り方とかも結構変えて自分なりに考えて走るようにしてます。はい、そうですね、まあ、初日と2日目はもう緊張と、あ、こんなにお客さんいるんだとか、そういうなんか感じだったんで、もう今日はあまり見ないようにしようと思って、もう一人の時間を大切に集中して、最初はできるだけお客さん見ないように、ちょっと高ぶっちゃうんで、はい、見ないようにして、最後ゴール線切った後はもう感謝の意味も込めて皆さんに視線を送らせていただきました。昨日はそうですね、山口が1着だったんで、まあ、嬉しい気持ちも同期としてすっごいあったんですけど、それと同じぐらい悔しくて、もう明日は絶対行ってやると思ってたんで、もうその思いが叶ってよかったなと思います。そうですね、まあ、とりあえず本当に落ち着いてミスを なるべく減らして、スタートもあんまり緊張して高ぶらずに、いつも通りに上手に切れば大丈夫だよって言ってくださって、私も落ち着いて走ることができました。そうですね、もういつも優しく丁寧に何事も細かく教えてくださるんで、まあ、厳しい時もちゃんとあって、優しい時もすごいあるので、もう本当に師匠っていう感じで、まあ、私は大好きですね。はい、そうですね、昨日8着でもうどうなるんだろうって思ってて、今日1着取れたので、まあ、今後もこの波に乗っていい成績を取って、もう長くやり続けたいなって思ってます。そうですね、家族です。もう中でもお父さんなんですけど、はい、父に一番に報告したいなって思ってます。もう初賞金は家族をご飯に連れて行きます。まあ、お肉ももちろんですし、お酒が大好きな一家なので、お酒も、まあ、私も二十歳になったのでプレゼントできたらなって思ってます。そうですね、今後は私一番好きだった選手が篠崎実選手なんですけど、まあ、篠崎さんのようにもうレジェンドだって言われるくらい大きくなって、皆さんにいい報告ができるように頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いします。これさん、デビュー初勝利となりましたが、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。実際どうでしたか、まあ、デビュー3節目、3走目、はい、で、まあ、勝利となったんですけど、それまで師匠としては。そうですね、まあ、でも見てて、まあ、1着は取れても不思議じゃない感じだったんで、はい、まあ、でも早めに取れてよかったですね。はい、まあ、それを田辺さんはその次のレースで見てたわけじゃないですか、はい、どういう気持ちだったんでしょうか。そうですね、まあ、でも見た感じ良さそうだったんで、はい、まあ、ペース落ちなければと思って落とすなって思いました。はい、まあ、これからのお弟子さんに期待するところとかありますか。ああ、もうそう、常にもう向上心持って、はい、7レース締め切りました。そうですね、レベルアップどんどんしていってほしいですね。7レース締め切りました。ありがとうございます。はい、これからも師匠として頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。1着1番、2着5番、3着3番、以上でございました。